はい、どっちに向いたらいいんだっけ。はい、こんばんは。ルーリーの部屋、著者の本棚の5分会議を活用した人材育成課、沖本ルリ子です。今日も楽しいお話をいろいろと聞き出していきたいと考えています。どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。ただいまのオープニングの音楽は、こちらかな。はい、橋本翔太さんの音楽で、あなたに恋のリボン結びでした。早速私の自己紹介からいきます。普段はですね、コミュニケーション系のコンサルタント研修セミナーという講演をしております。そしてその中でも特に最近多いのが1分トークですね。1分で話をまとめて相手に伝えて、そして相手が期待以上に動いてくれるということをやっております。チャットを見るのを忘れていました。はい。で、今日もですね、なんかすごく楽しい話が聞けるんですが、皆さん、ルンルンとかキャピキャピとかいろいろよく使ってますか？私はなんかね、意識せずに今まで使ってました。でもちょっと不思議だなと思ったのが、実は新刊の中にですね、こちらのこちらですね、傾聴スキルのところでちょっとそれに近いことを書いてるので、もしかしたらこれが当てはまるかなというのをちょっと聞きたいなと思って、今日はこれも用意しています。はい。で、なぜこの番組を始めたかというと、本を書いている時にですね、著者の人もどんな本を読んでいるのかなというのが気になってですね、そして気になったんだったら聞いてみようと、そんな思いからこの番組を始めました。で、気になって聞く、それだけだと自分だけがお得になるので、皆様にも聞いていただけたらなということで、いろんな方に質問していただいて、直接ね、著者の方にいろいろお話を聞いたらいいんじゃないのかなということで、このユーストリームというものを活用しています。ですから YouTube とちょっと違って、 YouTube ではまた後でご覧いただけるんですよね。だからこの録画で見るのもいいし、もちろん生が一番いいかなというふうに私は考えています。なぜかというと、直接こう話じゃないな、チャットで質問したり意見を言ってもらえて、そしてこの番組終わった後、録画終えた後も少し延長してですね、そこにまたお得なお話をさせていただいています。なので生が一番お得だというふうに思ってください。はい、では早速ですが、神戸さんこんばんは、いつもありがとうございます。はい、音は聞こえてますか？きっとコメントがないということは聞こえてるというふうに私は勝手に思っています。はい、では早速ですけれども、今日のゲストをもうお呼びしたいというふうに思っています。こちらの方にですね、もうこういうふうに本を置いておきました。はい、では今日は坂本先生です。よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。こんばんは。早速ですが、まず自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。だって、はい、初めましてなんですよね。はい、さっき本当にちょっと前にお会いしたばかりですよね。はいはい、なので本当に自己紹介をしっかりと聞きたいと思っています。1分にまとめなくていいのでたくさん話をしてください。はいはいはい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。私は、坂本真希と申します。自己紹介というと、私は仕事、電気通信大学という理工系の国立大学で、はい、准教授ってもうちょっと堅苦しい肩書きの仕事をしているので、まあ、一番その自己紹介としてどうしても前面に出てしまうんですけれども、うん、こちらの番組ご縁いただいたのは本間デッカ TV、うん、フジテレビの、はい、で、私、まあ、2回出演させていただいてるんですけれども、はい、1回目の初めての、うん、時にこちらの番組に出てらした平原由美さん先生と、はい、ご一緒させていただいて、で、なんかその時になんとなく終わった後も、うん、とっても素敵な方だなと思って、うんうん、みちみちお話しさせていただいて、うん、で、お互い興味があったので、うん、その後も連絡を取り合って、うん、
で、なんかお話ししていたら、なんかその私の本のこともご紹介の番組で紹介してくださるっていうことで、はい、ということでここに今、はい、来ております。そうですよね、はい、今までは一度だけはまあこう名刺交換したりとか、はい、お会いしたことがある方にずっとここにご出演いただいてたんですが、今回は初めてちょっとリレー式のようにご紹介いただいたんですよね。で、プロフィールでいくととっても難しそうでどうしようというふうな感じで思ったんですけれども、本は、はい、って思うぐらい、むしろ柔らかすぎ。そうなんです。面白くて楽しくて特に女性には役に立つ、はい、男性に向けてのアピールはとても役に立つかなという本ですよね。そうなんです。例えばハッヒフヘホの音が柔らかい印象を、ね、うんね、喚起するから、癒し系って思われたかったら、うんうん、あんまりデーとかゲーとかゲヒゲヘとか言わないで、疲れました、フフとか、あと挨拶打つ時もこの間平原さんもなんかやってみてくださってたんですけど、ほうほうって言ってる方がとかっていうと硬い感じになるので、ちゃんと、まあ、ほうっていう風に聞いているとちょっと柔らかい印象になったりしますよっていうようなところから始まってっていう本ではあるんです、うん、そうですよね。実はですね、私こちらのこの本の中に一つ傾聴スキルが入ってるんですね。コミュニケーションの中には聞くっていうのも必要だから、うんうん、そこの聞き方のところで、うん、ハヒフヘホで聞くっていうのを書いてるんですよ、うん、はいはいはい、で、ハーを使うとか、ヒはちょっとヒョエなんですけれども、これはちょっとね、編集者と揉めたところなんですね、ヒョエなんか使わないって言われたので、いや私は使うんですとか、うんうん、私もほんまでっかの中でフヨヨとかって言ってさんまさんになんかそんな言わへんねとか言われたり、フキャンとかもそうなんですけど、フをつければいいっていうので、フをつけてたらそんな言わへんって散々突っ込まれたんですけど、なんかそのオノマトペのそのふわふわとかほわほわっていうのはだいたい柔らかいものを表して、でやっぱりふがつくので、それと通常はふが出てこないオノマトペを合体させるとなんかより効果があって柔らかい感じになるよっていう話で、まあ番組の中でお話ししたことがあって、なのでハヒフヘホは基本的に、ヒは確かにちょっとヘもあんまりよく、ヒとヘはちょっとあれなんですが、フとホとかはいいと思いますね。ハもハフホは、だからハとヒはヒョエなので、ヒヒョエで、フはフーンとか、ね、ハヒフヘホーとか、だからハヒフヘを意識して使ってるっていうスキルを書いたんですね。早くこれを知っていればもうちょっと強く、ここを膨らませました。いやなんかでもこの本を書くきっかけは、どちらかというとタイトルも目次も、こんなこと言っていいのかな、出版社の方が提案してくださって、でなんでもともと出版社の方が提案してくださることになったかっていうと、まあ、オノマトペのことをずっと研究、ずっとって言っても2008年ぐらいからなんですけど、基本的に、ただ電気通信大学なので理系の研究として、そのオノマトペを入れるとそれがどういう印象になるかっていうのを数値化できるシステムっていうのを特許技術で持ってるんですけども、開発していて、後でデモしようと思ってる人もいるんですが、なんかそれで、そんなようなことを研究して割と固くやっていたのに、なんかその何でしょうね、なんかその面白いと思ってくださった方が紹介してくださって、出版社で女性だし、そんな硬いんじゃなくて、もうちょっと楽しいオノマトペの展開の仕方があるんじゃないかっていうことで、ご提案いただいて、で私もちょっと面白いかな、そんな風ないつもこう理系のでのオノマトペのシステムかみたいなことやっていたのが、なるほど、一般の方に面白いと思ってます、でただこれもですね、最初はこの倍ぐらいいろいろ
目次があって、彼にギャンブルをやめさせるオノマトペとかあんまり言うと出版社怒られちゃうかもしれない。それでちょっとそれはさすがに私周りにギャンブルやる知り合いないしとかとかいろいろあって、はい、でもここにある本に書かれていることであれば日常にそうですよね経験していることなので、はい、ということで合コンで何言ったらいいかとか、うん、あの好きな人にどうアピールしたらいいかとか、うん、そういうようなことを書いたりしようかなと。なるほどね。なのでそんなあのリーダーがどうとかそういうのはあんまりちょっとしかその女上司がどうのっていうのはちょっとだけあるんですけど、うん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 、はい、すいません音が出てきますけどね、うん、はい、私すいませんね、音楽を出すので、はい、あの切ってないんですけれども、はいはい、最後のまたあの何でしょうかね、エンディングがあってスマホが今話せません、はい、だから電話今かけてこないでください。私は実はなんかちょっとそうですよね、そう Wi-Fi で接続してちょっとやってそうなったらどうしようと思いつつでもあの緩い番組なのでなってもう出ていただいていいんです。もしもしとか言ったらおかしいです。全部会話もう全部漏れてしまいます。はい、いやこれもあのリーダーとついてますけど、うん、リーダーとても全然関係ないようになってます。コミュニケーション系の話なので、はい、はい、でもあの意識せずに使っていたなと思うのと、うん、逆にあきつく取られるんだとかっていうのも分かりましたね、うん、そうですね、うん、絵とか書き聞く結婚のとかは、はい、うん、そのまあホマデカ TV のあの時にもやっぱり言ったんですが、うん、書き聞く結婚の方がきついからっていうのと、あとハヒフヘホモなんですが、うん、2回目の出演の時は、はい、パピプペポシュッと頑張ってっていうのがいいっていう、ポシポシ頑張ってっていうのをあの、はい、提案したんです、うん、なんかその応援したい時に、うんうん、で言ったらなんかツイッターでその時に、急上昇ワードになって、うん、皆さんが特に受験生を中心に、はい、時期的に1月末の番組放送だったので、はい、なんかすごいみんながポシポシって言うと、うん、あの合格するらしいよとかって言って皆さん使ってくださってて、効果があったといいなとひそかに思っています。すごい、でもこのオノマトペ、ね、これも初めてですね。オノマトペはですね、でも実は今の小学生には有名なんです。あ、そうなんですか。今の小学校では小学校 2,3 年生でオノマトペって言葉で国語で授業で習っている。あ、そうなんですか。私が子供の頃はあの擬音語擬態語で習って、はい、例えばコンコンっていうのは、うん、この音を実際にコンコンっていう言葉の言語の音で模倣しているので、うん、そういったやっぱ擬音語、うん、で納豆がネバネバとか、うん、よれよれ歩くとかっていうのは、うんうんうん、納豆が別にネバネバって音がしてるわけじゃなくて、そうです、ね、あの様子が、うん、様態がネバネバ、うん、それをだから様態を言語音で模倣するので、うん、擬態語と。ところがその擬音語と擬態語の区別っていうのは、うん、曖昧で、例えば雨がザーザー降ってるねっていう時に、うん、ザーザーって音がしてそのザーザーって音を模倣する場合と、うん、降っている様子が激しくて、うん、音はしないけどザーザーっていう場合があって、うん、はい、擬音語のザーザーなのか擬態語のザーザーなのかって結構、うんうん、曖昧なので、もうオノマトペっていう言葉で、はい、なんか言語音で模倣するっていうですね、ありますと。そうなんだ、うん、じゃあ、 あの小学生に負けてしまってる知識が、そうそう、なんか子供の方がオノマトペねっていうふうにすぐ分かるんですが、あの大人の方に説明するときはオノマトペとはっていうところから、はい、そうですね、しかも言いにくくって、そうそうそう、あのいろんなところでセミナーで最近やっぱりいろいろ紹介していただくことが多くて、はい、うん、オノマトペって言われたりとか、そう言いにくいですおかしいのかな、ちょっと言いやすいかもしれない。そうそうそう。それはなんか小学生にはわからないかもしれない。なんか見てる方の中でもわかりますか、そうかもね。へえ。いや面白いな。うん、でもこの本を書いている人にしてはすごい、本当にあのプロフィール固くって、あの肩書きももう漢字いっぱい出ていて硬い感じですけれども。
その基本的には何をやっているんですか？基本的には、うん、あの感性情報学とか感性工学とか言い方をしたりもするんですけれども、うん、人の、ま、感性を定量化したりとか、はい、その人が、あの好きとか嫌いとかっていうふうに直感的に思っているようなことを、うんうんうん、なんかその情報系の技術を使って、うん、そこを活用した、うん、なんかシステムを構築したりっていうようなことで、いっぱい特許技術で持っているものがあって、うん、オノマトペだけでも、うん、ただオノマトペばっかりやってるわけじゃなくて、うん、なんか最近私が講演とかで登場すると、うん、オノマトペの話はいつ出てくるんですかって言われるんですけど、はい、そればっかりやってるわけじゃなくて、うん、普通の言葉を、うん、から感性情報を抽出したりとか、うん、その明るいとか暗いとか、うん、硬い柔らかいとか、うん、いろんなで感性情報っていろいろあって、例えばそのオノマトペって例えばふわふわっていう一言の中にも、うん、たった4文字ですけどたくさんの情報がそこに込められていて、うん、例えばお見せしてもいいんでしょうか、ね、ぜひぜひ、はい、なんかそういうようなことですね。じゃあその間に私はちょっとチャットで、あ、平原さんから早速著者の本棚始まってますって、あ、神戸さんから聞こえてます、ありがとうございます。神戸さんから坂本真希さんこんばんはっていうメッセージが来ています。あ、こんばんはあ、こういう風になってるんですか、はい、楽しい、あとね、ほとんどもうあの、書き込みしないでずっと黙って聞いていて、うん、あのログインを見せてない方もいらっしゃるので、うん、向こうがわからないんですけどね。なるほど、はい、それももうドキドキですね、ちょっとね、ドキドキです。ちょっと見せしてみますか、カメラね、ここなので、ここに見せれば大丈夫です。カメラ寄せちゃう、はい、あら、光ってます。光っちゃうね、こうすると、なんかでもわかんないですね。下の方に向ければ、やっぱし、あ、こうすると、じゃあカメラを私があの持ってきますね。すいません、なんかいっぱい棒が出てるのはお借りいただけるかと思うんですけど、どう、あら、クロスアップ出ない時も結構苦労したんですよ。こう柔らかいが今すごく強く出てるのをお分かりいただけると思うんですが、明るでこっち眩しいので、どう、柔らかい、あ、映ってるとか、これ43種類もあるんですよ、この柔らかい硬いとか好き嫌いとか女性的男性的とか、うーん、滑らか粗いとか、うん、なんかいっぱいあって、温かいとか冷たいとか、うーん、で、いや、ふわふわって言葉しか今入力してないんですけど、これだけの情報があって柔らかいが強く出ててっていう形で数値化できて、で、これは別にあらかじめふわふわっていうのはどういう印象っていうのを、ありがとうございます、なんか撮ってるわけではなくって、ふの音がどういう印象を喚起するか、和の音がどういう印象とか、なんかそういうようなことだけを、まあ、ちょっと数量化する技術があって、でそれを使うと、はい、何を入れても、何を入れても出てくるんです。なのでふわふわ以外でも、例えば何か、何かあります、なんか知りたい、最近気になる、ピヨーンなんてありますか、ピヨーンとか入れても、こんな風に今やっぱりピヨンは柔らかくてマイルドで女性的で滑らかで伸びやすくてっていうようなところが実はこの辺にいっぱい出てきてるんです。伸びる感じ、ピヨンってっていう風に何を入れても出てくるので、割とこう、あの、面白いというか、で実はそのオーマデッカ TV の時にフキャとかフヨヨとかいうのを提案した時は何をしたかっていうと、これの逆引きがあって、うん、こっちの数字、通知側、こちら側を入れると、うん、オノマトペが提案されてくるっていうのも別の特許技術で持ってまして、それで出てきたものを番組で紹介したんですが、全然その原理は遺伝的アルゴリズムって難しいの使ってたせいか説明したのにカットされちゃって、ここ難しいところは全部カットされちゃう、これはカットはないです、はい、こんな感じで、ね、出るんです、ありがとうございます。いえいえ、あのカメラがうまくいきませんでしたけど、いろいろ出てることがお分かりいただければ、なんかこんなことができて、要はオノマトペって短い
中にこれだけたくさんの情報が入っているので、うん、何を使うかすごく重要なんですね。なんかそんなたった一言って思われるかと思うんですけど、うんうん、はい、やっぱりそこからこう人に与える印象っていうのは、うん、歪んでますね、すごくたくさんあって、すごいですよね。でもこのたった一つの単語というか、そうなんです、そうなんです。これが感性情報学の一つの形ですね。それを使うとこんなこともできますよと。他にもオノマトペを入れると色が出てきたりもするし、あ、色もなんですか。じゃあその言葉の表す色っていう、はい、そうですね、ふわふわ色とか、ベトベト色とか、そんなこともできたりっていうようなことで研究してて、ずっとこう書いてる本も割と硬い、情報系の、書籍を書いていて、今までこんな綺麗な色の本じゃないようなのが多かったんですけどで論文もでも方が多いですし、うん、割とこう業績評価が大学の、うん、論文の方なんですね、本よりも、うん、で論文っていうのを出す時に、うん、査読っていうのがあって、審査を通ったものしか発表され、うん、まあ、皆さんよくネイチャーとかよくご存知だと思うんですけど、うん、その出ることによって、まあ、そういう学術的なものが中心でやっていて、うんうん、でもなんかこれをだから書く時に最初すごく硬くなってしまって、うん最初の目次のところから、でダメ出しが結構来て、はい、うん、でもうダメだなと思って、うん、ある時、うん、書いてる時に焼き酒というか、うん、ワインを飲み始めたら、なんかワイン飲んでもちょっともうボワーっとなってる時に書いて、それで、えいって送ったら、うん、こんな感じで OK ですって OK が出てこれ飲みながら書いてるんですか、すいません、そうです、これです、ワインボトル何本開いたかなっていうぐらい、1ヶ月くらいで書いたんですけど、毎晩ワインを飲みながらアルチューボンじゃないかって、そうなんですよ、すっかりワインにハマって今もワイン好きですけど、じゃあだからかしら、これワイン色、色はもう色もなんと出版社の方で決めてくださって、いや言葉からきっと、はい、ワインのイメージを匂いと味を感じて、ね、私の生活がバレバレすごい、でもなんか本当にその硬さが全然ないんですよね、この本から、うん、そうなんですね、もともと別にその硬いことがやりたいと思って、うん、今のこと仕事してるわけではないので、なんかすごく言葉面白いなとか思って、うん、研究の道に、うん、そうですね、言葉でいろんなその感情が入っていたり、うん、あるいはその言葉で相手の感情を動かすっていうことがいっぱいありますもんね、うんうんうん、そうですね、あとはそのもともと私実は外語大出身でと、だから理系じゃ ないんですけど、うん、でもともとそのドイツ語学科だったので、うん、で留学とかもドイツに行っていて、うんうん、でいろんな国の言語に触れて面白いなと、うん、コミュニケーション面白いと思ったり、で同時通訳者とかになってみたいなって思って、で大学院に進もうと思ったんですけど、うん、なんか研究それでなんか紹介し、うん、どうして研究に進んだかっていう本が、うん、はい、そのきっかけになるような本っていうのがどんなものですか、ね、それでそのこれ持ってきたんですけど、うん、ちょっと分厚いんですが、でかい、今までこんなこれ重いでかいの持ってきた人いないですいや今日どうしようかなと思って研究室に行ってて懐かしいなと思って、でも内容忘れちゃったんですけど大学生の時に読んだんですね、うんうん、1987年に出たので、結構じゃあ年代もんですけど、でもタイトルは結構ですね、こんなすごい Women, Fire and Dangerous Things っていう、アメリカの言語学の方が書かれた本で、タイトルはなんか、うん、女性論に関することかなっていうふうに思われるかと思うんですけど、うんうんうん、そうじゃなくて、これオーストラリアのアボリジニーの民族の、うん、言葉で、言葉にですね、4種類ぐらい、いろんな名詞とかを4種類ぐらいに分けるんですけど、そこで例えば、うん、ドイツ語だと男性名詞、女性名詞、中性名詞っていう名詞が3種類に分かれてとかって、日本語はそういうのはないですけど、
それと同じこのそのアボジリジンの言語は、うん、4種類に分けるんですけど、女性と非と危険なものっていうのが、うん、一つにくくられていて、あるグループに。でその分け方っていうのが、要は言語の分類、言語でこう世の中のいろんなものを、うん、の分類の仕方っていうのが文化によって違うとか、うーん、で日本語だったら1本2本とか1冊2冊っていうふうにいろんなものの数え方を区別すると思うんですけど、うんうん、別に必ずしも他の言語ではそうじゃないですし、そういう何かを分類するのに言語って、まあ、カテゴリー化って言い方するんですけど、うんうんはい、なんかそれが切り取り方、言葉で要はいろんなものを切り取っていて、でオノマトペで言えば感性とか知覚みたいに、知覚したものを感じたものをオノマトペで切り分けてるんですよね。これはふわふわ、これはもうちょっとぷにゅもちもちとか、もうちょっと最近の言葉だとモフモフとかっていうようなことを人がやってるってことが面白くて、その人のなんか認知とかそういうのを深く研究したりしてっていうことをやっていて、でその先にじゃあそれをなんか人に役立つようなことに、例えばロボットがそういうことが分かるようになったら面白いなとか、もうちょっとトロトロ煮込んでよって言ったらロボットがよし、はい、分かりましたみたいな、ベイマックスがなんか痛みをこう数値で知覚したりっていうのも出てきますけど、例えば日本人が頭がズキズキ痛いとか、ガンガン痛いっていう痛みをオノマトペで表現したりすると思う、するのをなんか機械が分かって、ズキズキするんですねとか、ちょっと深い痛みなんですかみたいな、ガンガンはしないんですかとかってコミュニケーションできたら面白いなとか、そんなようなこともあって、まあ電通大ではそのロボット研究にも展開したりとか、というのがこの本が、まあこれがもともとそうです。これで言語がその世界を分けている、カテゴリー化している、分類しているっていうことを、まあ、この本を通して知って、人のやってることを言語を通して見ると面白いんじゃないかっていうことで、これ日本語版も出てまして、あ、そうなんですか。ちょっとハードカバーで重たいのでちょっとこれじゃ認知未論っていう非常に硬い、日本語版は硬いんですけど、こちらの方がなんか可愛らしい、これと合うかなと思ったし、ちょっと英語タイトルで読むのは、実際は読もうと思ったら大変かもしれないんですけど、認知未論っていうのを紀ノ国屋さんから出てますので、え、日本語もこんなに分厚いんですか。日本語も分厚いです。もっと厚いかな。すごいな。日本語にした時に、はい、持ち歩くの大変ですね。重いでしょう。そうですね。これはでも学生時代はこういうのをいつも持って、洋書って結構分厚いのが多くて、多いですね。でただ紙は日本のより割とこうペーパーバックスも多いし、でもこういうのを1週間に1冊とか、なんかすごくどん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 いっぱい読んで、すごくオタクになっていきました。そうなんですね。でもあれですね、こう海外の本の表紙とか見ると本当にシンプルですよね。そうですね。で目を引くっていうか、そんなに何か、ね、凝ってるわけじゃないですよね、デザイン、絵があるわけでもなんて。基本的に日本が一番凝りすぎぐらいで、だって帯はある、カバーはある。そうここに結構お金使ってるのかなって。そう、しかも本屋さんに行くとこれにまたカバーついて、ビニール袋に入れてもらって。確かにカバー、こういう帯ってないですよね。そう、日本だけって前聞いたんですけど ね、この帯があって、そうです、ね、カバーがあって、はい、いろんなものがついて、要するに日本って包装が過剰なんですよね、何でも。そうですね、あれがまあ海外に行くとなんかシンプルすぎて寂しい時も、プレゼントでお土産なのにこのなんかその辺の紙袋に出たようなこれは何ですよね。でもまあ海外はそれを今度プレゼントをするときに自分たちがいろいろパッケージするのが楽しくてやってるんですよね。個性を出すんですよね。そうですよね。シンプルですよ。でもこれはまだね、ちょっと凝ってる方だと思います、色とか。そうなんだ。じゃあもう一つ聞くと、今後おすすめ本とするとどんな本ですか。オノマトペが面白いなって思ってもしくださったら、オノマトペ研究の射程っていうのが射程
これなんかアクセスしようと思ったんですけど、面白い、持ってこようと思ったんで、これで、これで精一杯でですね、ちょっと持ってこなかったんですけど、はい、なんか出してますので何か、はい、どなたか、はい、どなたかって私が振ってどうするみたいな、平原さんから、はい、音が人に与える印象って世界共通なんですよね、そうです。そうか。うん、あとふわふわは、うんうん、英語だとフラッフィーっていうのが、うん、ふわふわにそっとしますよね。間違ってないですか？フラッフィーとかってあるし、あとギラギラっていうのは、うん、英語だともグリッターとか、で GL で表すものは割とそのギラギラ系多い、ピクエラとかなんかこう、うん、なんですよね。グリッターが多分一番近いと思うんですよ。あとはカリカリとか、うん、パリパリは。うん、クリスピーとかいう英語がありますし、そのクの音がそういう硬いものを表したりとか、フの音は柔らかいものっていうことでですね。でそのホマデッカ TV の時にも紹介したんですけど、ブーバ危機効果っていうのがあって、あのアメーバ状のグニャグニャの図形と星型の図形を、いろんな言語の話でいろんな年齢の方に見せると、でどちらがブーバーでどちらが危機ですかっていうと、うん、あの星型の方が危機で、あのアメーバ状のものの方がブーバーっていうふうに答えるっていう実験が繰り返されているので、1929年から、そんなに昔、はい、昔からで、そのブーバー危機効果っていう名前で有名になったのは2001年の研究なんですけど、そういうのが世界的に知られていて、今はそうですね、それが、はい、もう通説になっています。なので多分、海外で通用するブランドの名前とかっていうのもそういうこと考えて、あ、そうか、そうか、ネーミングで、ね、ネーミングでは、なのでアメリカで結構研究が盛んで、その例えばフリッシュとフロッシュっていう架空 の、あのアイスクリームの名前を、あの作って、どちらのアイスクリームの方が、あの濃厚で、あの美味しい感じがしますかっていうと、フロッシュの方だっていうふうに答えるっていう、っていうふうに O の方がやっぱりなんかその広がりという感じ、とすると今あの皆さんが何か例えば商品を開発したいって思って、まあ、商品開発した、その時の商品名って重要ですよね。こういうの知っていると、結構売れる確率高いってことですよね。そうですね。そういう音がどういう感じのか、であとその商品のその名前からどういう人に向けて売りたいかって言った時に、まあ硬い感じのイメージがするとか柔らかい感じで、またそこで柔らかいっていうと女性に向いていいかとか、そんなふうなことができるんですよね。そうなんです。いやいや、ちょっとこれは今後皆さん何かものをね売りたいとかって言った時の名前付け、あと会社名とかも、そうです、子供の名前もありかも、ブランド、そうですね、そうですよね、はい、重要ですね。いや、これ重要かも。じゃあ、今度本を出す時の本のタイトルもちょっとそのキーワード入れるといいかもしれないですよね。ちょっとこれがその今後おすすめので、はい、もうちょっと深く研究として知りたいっていう時にちょっとまた映りますかしらね、ここにグッと持っていけば、下に向けたら光が、今日にかけてまた光を入れてくださってたんですね。そう見える見える、大丈夫ですよね。はい、トマトペ研究のさて、へー、後ろになんかこういうのついてるので、持ってくればよかったんですよね。オノマトペ研究の射程、近づく音と意味、近づく音、はい、でこの中で私も中で書かせていただいてるんですけど、表紙が可愛いですね。表紙がね、可愛いですね。なんか意味がきっとあったんだと思うんですけど、勉強不足で、いや、柔らかいイメージとかふにゃふにゃっとしたイメージで、そう多分オノマトペでイメージしたんじゃないですか、この絵を描く人が。でも金額すごいですね。6,696円。あ、でもこれはもっと本当高いのかな。6,696円。でもですね、専門書の中ではそんなに高くない。そうなんだ、ちょっとびっくりした。え、これ分厚いの、もしかして。すごく硬いハードカバーだからですね、まあ、出たばっかり、まあ、出たばっかりでもないですけど、あのそう、あ、分厚いですね。いろんな方が書いていて、でもね、結構 2,3 万するんですよ、専門書って、でもこれ
の中では安い。あと1冊しかないんじゃないんですか。ということはこれが売れると11,066円で。そうそうそう、なんだろう、なんで中古品は11,066円。これね、中古品は大体どの本もそうですけど、この本も多分高値ついてると思いますよ。そうなんですか。みんなそういう人いるんですよ、新品がなくなった時に、在庫切れの時に高く売ろうとする人がいるんですよ。だからもう即新品を買って何倍も価格をつけて売ろうとする人が多いんです、あ、そうですか、だけどこれ今1冊しかないので。そうです。でこれ大好評で増産するみたいなんですけど、また第2弾も出そうとか。へえ。大体まあアマゾンでは何年か経つと在庫が一応数冊なんですよ、置かれるのがね。だから今ちょっと1冊、まあ、大体皆さん1、2冊、3冊あたりで1冊まで来るとふと在庫切れになる、でちょっと入ってくる間に1万2000ぐらい出さないといけない、今だったら1冊6,600円、こんなに宣伝しても別に6,6,9,6円そう入ってこないですね。私は1円も入ってこないんですけど6,6,9,6,4桁、私こんなの見たことがない。ただこれはお安いですよ。そう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 、これ1400円ですから。1400円、そう、でも全然そうそうそう、もう5冊買えますよね。そうです。この中 のよりもそうです。これを買えばオノマトペの面白さがすぐ、そうそう、分かりやすいし、これ面白いですよね。びっくりしました。例えばこれ皆さんにちょっとなんか使えますっていう、まあ、全部使えるんですけども、なんか面白そうなのないですかね。例えば褒める、褒め、そうですね、褒め方は褒める、やっぱり多分ここの直感的に皆さんちゃんと上手にされてると思うんですけど、なんかサラサラとカサカサの違いって結構重要で、サラサラ、お肌がサラサラっていうのは褒め言葉なんですよね、でもお肌がカサカサっていうのは絶対ちょっといい、今日もお肌がサラサラだねとか、髪がサラサラだねって男性に言われたら嬉しいんですけど、今日もお肌がカサカサだねとか絶対、まあ、そんなことを言うひどい人はいないと思うんですけど、でもサラサラとカサカサって、どっちも乾いた感じで笑わせて、そうですよね、はい、どちらも乾いてるんですけど、どこがどう違うかっていうと、サラサラは滑らかな感じもあるんですね、滑るような乾燥してる感じ、でカサカサの方はきしんでる感じというか、伸びないっていうのはこのシステムにかけると強く出るんですね、カサカサは。でサラサラだと滑らかで、ちょっと乾いてるって出るということで、そうですね、そういうちょっとの違いで、その乾いてるんだけどっていうとけどいいんだよっていうことを言うときにはサラサラとか、そういうのがあって、そうですね、でも意味は分からないけど、カサカサとサラサラだと全てにおいてサラサラの方がいい言葉だっていうのは多分皆さんなんとなく知ってると思うんですね。カサカサというと言葉だけでもういい、プラスのイメージはないですね、そうですね、もうそれは、経験で知っているからなんですけども、ね、ただまあ直感的にももともとなんか、音が伝える響きっていうの、そこからアレンジしたような表現とか考えるときに、そう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 、ね、気をつけなきゃいけないですし、ね、このメールのところがすごいね、いや、これは知っといた方がいいですよと思ったところですけど、まず合コンのお誘い、苦しんで書いたところで実はあんまり合コン経験が、私もないですね。 ないんですよね。だいたい大学院で暗い学生時代を過ごしたものですから、あんまりですね、私東京大学の大学院にいたものですから、あんまりお誘いかかんないんですよね。あんまりわざわざ東大の大学院生と合コンしようって思ってくれる既得な人がいなくて笑ってる場合じゃない、でも東大の中での合コンってないんですか。あんまりなかったですかね。合コンだったのかな、飲み会みたいなありますけど、それそれ、いわゆる多分合コン、私が合コンに妄想描きすぎですかね。なんか私もね、よくわからないんですけど、ずらっとこう並んで、普通の飲み会も違うのかな、まあ、もう完璧なお土産のことを多分イメージされてるんでしょうね、なんか並んで始めましてって言って交互に座ってみたり、じゃあ合コンのお誘いっていうことはでもあんまり女の人はやらないでしょうね。でもなんか1回2回は幹事をやったことがあります。合コンの幹事、はい、なんかたまたまちょっと父が
4月裁判官で、そういう弁護士さんとかは知り合いがいたので、うんうん、でなんか弁護士さんと合コンしたいっていう女子は結構、うん、いて周りに。でなので周りの要望で、うん、お膳立てをしたことはあります。でもなんか合コンの幹事って、うん、幹事経験しかないんですよね、どちらかというと。うん、幹事ってなんか忙しいっていうか、そうですよね、自分は走れないんですよね、うんうんうん、だからもういろいろ気を使って、うん、で後で誰々さん気に入ったとか言われて、うんうんうん、うーんじゃあちょっと待ってねみたいな感じで、うんうんうん、やってうまくいかないときはどうやってどうしたらいいんだろうとか、はい、なのでそういう経験ちょっとはあって、うん、でなんかそういう一応メールは送ったりとかメールというか、うん、はい、したので、まあ、合コンの誘いよりお礼のところがすごくねこれ活かせるなと思ったんですよ、うんうんうん、別に合コンじゃなくても、はい、これは分かりやすいなと思ったのが、うん、そのただ普通にお礼、うん、大体懸命に、うんうん、昨日のお礼とか、うんうん、そんな風にやってますよね、うんうん、私も今まで、うん、合コンじゃなくて何かのイベントの時もねお礼書いてたんですよ。はい、はい、でここで言うとワイワイのお礼とか、はいはい、ワキャワキャさせていただきましたっていう件名が、はいはい、これ目引きますよね。そうですね、メッセージっていうかメールが山のようにこう来ている中で、はいはい、件名見て最初に見ようって思うのって多分このワイワイの礼とかってなるとんって思っていくんじゃないのかなと思ったんですよ、うんうん、ですね、で今日はありがとうございましたとか、まあ、昨晩はありがとうございました、ワイワイ楽しかったです、また一緒に飲みましょうねのこのワイワイ楽しかったです、うんうん、これ読んでからですね早速合コンではなくってなんかこうイベントのお礼を出すとき使ってみましたよ。あ、そうですか、ありがとうございます。メールは多分、ね、やりやすいんです最初。やりやすいですね、はい、いきなり言うのは、うん、結構気が引けるものが載ってるんですけど、まあ、わけわけはさすがに使いませんが、わいわいは使うので、でも最近あるので、うん、わちゃわちゃってなんか聞いたことある、うん、それは使われますよね、うん、私は使わったことないけど、なんかね結構学生が研究室の、うん、なんかわちゃわちゃしてるとかっていうので多分わいわいからわいわいだと、うん、とかなんかそれじゃない表現できない、うん、もっと違う感じを表現したくて、うん、そういうのを作ってると思います、うん、だからただ楽しかったですっていうよりも、うん、ワイワイ楽しかったですっていうふうにね、うん、言われるとなんか好感持てるような気がするんですよ。ワクワク、なんか、ね、なんかいい感じっていうふうに、うん、そんなふうに思うので、うん、ちょっとメールもちょっと一工夫ができるなという気がしましたね、うんうん、印象に残るっていうことですよね。すごく印象残りますね、はいはい、しかもいい感じの印象ですよね、うんうん、相手に場合によってですけどね、まあ、そうでしょうけどね、上司には上司ちょっと仕事のメールは ね、まあ、ねお礼はお礼だけの方がいいと思いますけどね、まあ、時と場合ですが、うん、そうです。でも今までずっと使ってなかった人は、うん、やはりこの場面に応じてこのワイワイ使うのっていいのかなというふうに思ったんですよ、うんうん、なんかどこだっけ、なんか夕飯ご飯、そうですね、あそこもすごい、うん、ご飯誘う時の話ですよね。そうですね、うん、ことそうそう、ことこと煮込んだね、鍋食べに行かないとか。そうですよね、うん、そうするとなんか食べたくなるっていう気持ちがすごい湧いてきますよね。だってその時にイメージが頭の中に描ける、うん、実は1分以内で話をまとめましょうっていう講座をしてるのに、ちょっとそれ似てることをやってるんですよ、はいはい、今度これもっと入れようと思ったんです、はい、でそれは相手をお食事に誘うっていうシーンをやるのがワークなんですよ私。このリーダーの固い系の研修だろうが誰だろうがみんなそれやるんですね。なるほど、ナンパするような気持ちだけれども、はい、でもそこからね展開しますもんね。そうで、その1分に話を、たった1分なんだけれども、うん、そこで相手がご飯食べに行きますっていうふうにまとめるっていうことをやってもらわないといけないんですね、うん、その時に、まあ、話の構成とかいろんな、まあ、仕掛けがあるんですけど、うんうん、そこに一つただご飯食べに行きましょうより、うん、ジュージューしたお肉とかって言われると、うん、ジューって行きます、焼きませんか、なんかもうそこでイメージがここに、うん、だからイメージここに、ねうんね、させるとかね、金に冷えた、ねね、ビールのこのオノマトペも入れるっていうのはちょっと入れちゃおうかなとか思ったりしましたね、うん、なんか多分飲食店なんかはふわふわオムレツとか、うん、ありますよね、ふわとろとか、うん、あるある、なんかつけてますよね、うん、そう、うん、ネーミングですよね、もう完璧に、ネーミング重要なんですよ。
ですか。ただのオムレツって書かれてるよりも、うん、トマトなんてオムレツじゃなくてふわとろオムレツとか、ね、最近多いと思います。いっぱい、うん、ついてますね、うん、ふわっとした感じのとか、うんうん、そうですよね、うん、どんな感じなのかがすごくこう直感的に分かるし、すごく期待しますよね、うんうん、ただその分、まあ、期待に応えないと、うん、ふわふわ、ね、ふわじゃなくてもこちこちじゃんとかパサパサ、それこそカサカサだと思う。そう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 、騙された感じになって怒りが追い上げてくるので、もうカチカチに固まってる卵が、そうそう、 まず何でも何事もチャンスなので、そうですよね、最初からそのお誘いの時にっていうのは、うん、で使うの重要っていうのは、うんうん、やっぱりまずそこでチャンスをね、つか、うんうん、むということで、で数多い中のいっぱいいる中から自分だけちょっとなんかいい感じに思ってもらえるといいですもんね。そうですよね、うんうん、あとはその後の実力で、まあそうですね、ずっとオノマトペだけに頼られると困りますが、ちょっと またそこで離れてしまうかもしれないですよ。その後ははいはい頑張っていただいて、うん、でもちょっとじゃ研修じゃないセミナー名にちょっと使ってみようかなそうですね、女性向けだったら特にいいかもしれないですよね。なんかでも本当に楽天さんとかもサイトでさ、うん、あのふわきら小物とか、あえてなんかそのオノマトペを全部乗るつけてますね。キラキラが結構使われてますよね最近、うん、使えますね。でやっぱりふわきらとか組み合わせたりとか、うん、そのキラキラとかふわふわは普通に使われるので、うん、それを合体させてって、先ほどのふわとろオムレツとか、そうかそうか、なんかとなんかを組み合わせるのが、うん、ホマデッカの中ではふきゃだ、それがふきゃだとで、まあそれがええってなるからいいんじゃないかっていうので、キャッとふわふわふわ合わせてとか、うんうん、そういうなんかちょっと合体させるっていうのを今日からぜひ試して、うん、そうですよね、これとこれくっつけたらどんな風になるんだろうっていう、ちょっと、セミナー名でちょっとやってみます。誰が来るかわかんないけど、まあ、あの女性向けで何かやってみようかな、じゃあね、なんだろうとは思いますよね、うん、でも女度上げるなとこれ思いましたね。早く知ってたらもっと女度上がってたのにな。いやでもこれ最初タイトル言うの恥ずかしかったです。そうでしょうね自分の女度高いって思ってるみたいじゃないですかまあ、ね、そう多分ね、すごくあの期待というか、読者はみんな思ってますよ。すごい女度は高いんだろうな。ちょっと今日で終わりですかね高いです。でもこれ愛される人がさらりと使ってる、本当に使ってるんですよね。多分無意識で、無意識で女性は結構女性使ってますよね、はい、うん、で男性は使わないっておっしゃるんですけど、うん、病気になった時は使ってるんですよ病院で。別に男であげようと思ってではなくて、やっぱりその痛みの微妙な質を表現するのに、すごく痛いじゃなくてやっぱりガンガンとかヒリヒリとか言いますね、ジュキジュキ痛い、ズキズキチクチク痛いとかするんですとか、絶対オノマトペ使ってるので、使ってますね、1日に自分が何回使ってるかカウントしてみていただけると使ってる、使っちゃったと思って一人でふふっと笑ってしまうんじゃないかと使っちゃったみたいな、ね、本人は本当にこれ無意識ですもんね。意識しては使ってない人が多いんじゃないんでしょうか。そうですね、うん、無意識に使ってると思います。まあ計算高い女性は使ってるかもしれない。そうですね、なんか多分ね、計算高い人もこれ最初にすごく買ってますよ、うん、でひっそりともペンいっぱい引いて、うん、ね、そう使ってみようかな、ペンで引いて付箋いっぱい入っていっても暗記しているぐらいです、ね、うん、そうそう、ちょっと間違えるってやつもこの中で紹介してて、それあの信号がパカパカしてたとか言って、なんか慌てちゃったっていうのなんですけど、それはアイディアはもともと、うん、その留学生が、うん、あの学会発表の時かな、うん、なんかそのオノマトペは、日本語のオノマトペはすごく難しいと、うん、でその音の印象自体は普遍的なんですけど、うん、最終的にそれがパカパカかピカピカかっていうのは微妙なところはやっぱりそこまま学んでいかなきゃいけなくて、で信号はピカピカとかチカチカとか言うんですけど、似てるんだけどパカパカだと残念なんですよね、信号がパカパカってそれは馬でしょってことになって、ところがそれがなんか可愛いんですよね、信号がパカパカって気持ちはわかるんだけどちょっと違うかもっていうのを、まあ、やりすぎない程度にちょっと間違えるとちょっと、それが似合う人もいるけどね、うん、私がパカパカって言ったら頭おかしくなったって思われるのでやっぱりその人の、まあ、年齢もあると思うし、その人の日頃のそのキャラみたいなのが、うん、これからパカパカやってるから子
子供は結構あとは抜く、ね、足分からなくて、うん、足がギシギシするじゃなくて、うん、足がグーグーするとか、うん、お腹がグーグーと同じ感じが足で来てるっていうか、多分お腹がグーグーのと似てるんでしょ。子供のオノマトペって結構可愛いのが多いので聞いてるとヒントになって、うん、ただ子供が言って可愛いからといってそのまま真似するとうんと逆に惹かれます。そうそうそう、ね、かもしれない、そうなんだ。いや面白いな。ぜひね使ってみてくださいということでちょっと言ってみましょうかね、はい、はい。平原さんから、私も最近メールや、Facebook の投稿などでオノマトペをちょっと取り入れるように頑張って見ています。あ、使われてるんですね。うん、ありがとうございます。全体的に可愛らしくなりましたよねってで、カメさんからワイワイか印象、うん、なるほどね、伝えるには大事だよねって。そうですよね。あと最初にはかなわねえなって笑いって書いてある。何ですかどこがね、面白い。じゃあ今後どんな方にもっとこう進めていきたいんですか。このオノマトペなのか、それとももうこれはもちろんだけれども、どんなことを任せていただけますか。研究では一番、うん、企業との産学連携というか、うん、共同研究で実はこのオノマトペすごく使われてて、商品の感応測定とか感性測定とか、うんうんうん、ですごく実は使われてるので、うんうん、まあ、大学に企業からの外部資金を入れていただくためにはそっちも頑張るのと、あとは学術的なところだと質感ってありますよね。物の質感、やっぱりそのさっきの企業との関係はあるんですけれども、質感研究って最近日本で盛んで、やっぱりその感性が豊かな国民性で、昔からその虫の声にあの情緒を感じられますよね。あの欧米人は、あの虫の声って、あの騒音にしか聞こえないんですけど、日本人はなんかしみじみと、ディンディンディンとか、ね、シャラダラランみたいな虫の声をオノマトペで表現して、ディンディンになってるねというとこがあって、その日本人の感性強みだと思うんですね。それを積極的にあの世界に発信して、その質感ので使われるそのオノマトペの微妙なところっていうのを打ち出して、なんか海外にアピールしていきたいなっていうこととかですね。あと一般の方にも、まあ、これも面白かったし、私割と途中から乗ってきたら、まあ、1ヶ月で書いたとき、あれは1ヶ月の内容なのかって思われちゃうかもしれないんですけど、いや結構なんか毎晩楽しく書けたので、次もまたなんか実はいろいろ考えてます。はい、もうまだ書き始めるとは構想中なんですけれども、はい、でこれは出版社の方から目次までいただいたんですが、今度はなんか書いてから、どこか出版してくれませんかってやってみようかななんて。普通どうされるものなんですか、本って持ちかけられるものですか。いや、2通りです。あのお話しいただく場合と、企画を書いて、まあ、持っていくっていう場合ありますよね。まあ、ちょっとあんまりこうオタク度がアップしちゃうと、女じゃなくて引かれてしまってどこからも出ないかもしれませんが、はい、ちょっとなんか、いやでも面白いんですよね。だからさっき言ったようにオノマトペでそのネーミング系、そんなのをすると面白いかもしれないですよね。この中にもね、なんかちょっと、例えばゲンジナとかゲンジナなんか提案とかしたら面白いかなと思ったりしたんですけど、ね、いや本当にアイディアをいろいろ考える人にとってはすごくネーミングが必要なので、これなんかうまく使えたらいいなっていう気がすごいしますね。そうなんかね、ペンネームとかね、うん、ペンネーム持ってないんですけどね、ペンネームちょっとなんか考えたいな、ね、いいですね。あ、十分あるんじゃないですか、ルーリーって。あ、ルーリーね、そうね、そうね、可愛いじゃないですか、ルーリーで、ルーリーで、はい、ルーリー入れてみよう。これいいのかな、ルーリーって、あのなんかいい感じ。ルーリーってどうでしょう、ちょっと入れてもらおうかなっといろんなバージョンがあって、それに合ってる、そういうの
本当に何を入れても出てくるっていう感じなんですか。何を入れてもですね、出てきますね。すごい面白い。どう一貫システムでいいかな。さっきとバージョンも違う、同じか。ルーリー、もしかしたら名前用のシステムっていうのが別にあって、こっちじゃなく、もういいかもしれないですね。すごい個性的みたいです。個性的、まあね、そのルーリーってあんまりないと思うからね。穏やかな感じ。穏やか、ですね。柔らかい感じ。柔らかい感じ。このあたりはちょっとこの、あのには合ってないですね。そうですね。音評価版、ネーミング版の方がいいかもしれない。ずっとやってると私一人で違う世界に人になってしまうかもしれませんね。どうしよう。すごい。いやなんかでもそれって特許を取ってるシステムなんですよね。そうなんです。これがなんか商品化されて売れる、売っているとかなんかないんですか。商品化して売りたいんですけど、今はライセンス、企業にライセンス契約をしたりしてやってるだけで、これをソフトウェアにしてって話は何度もそのベンチャーとか、まあ、いろんななので、立ち上がっては消え、立ち上がっては消え、なんですね。なかなか私が社長でできないので、国立大学で、なので、なんかね、あ、いいじゃないですか。ルーリー、こっち音評価版です。綺麗な、明るい、澄んだ、心地よいで潤いがある。へえ、ちっちゃくてね、見えないのが残念ですね。適当に言ってるわけじゃないですよ、はい、もうね、いろんなデータが見えないですね。見てるんです。さっきと違うバージョンで、今度ちょっとなんか15尺度版っていうのがまた光りますね。面白い。試験性誰でも見てもらいたい。せっかくローリーいいのに、消えちゃった。あ、消えちゃった。そう、せっかくよかったのに、もう一回セッティングしてもらってる間に、じゃあ次の紹介をしておきますね。あの次回は第20、あ、今日が23回なんですよ。で、23日なんですよね。あ、すごい。なんか偶然。すごいすごい。で、次回は第24回で、次4月だったっけ ?4 月の13日。で、大谷康生さんがゲストです、ちょっとここのところ女性続きだったので、今度男性ですね。はい、すごい楽しみです。映んないかな。明日じゃあちょっと映しちゃう。せっかくだから、ロンビー。はい。上から順番に1個ずつ。ちっちゃいですね。綺麗な。見えます？こう見せたら見えてます。文字がまでが見えないですかね。すんだ。すごくね、上の方がいい。綺麗なとか綺麗な、出てるんですよ。仕掛けてるかも。でもまあいい感じで本当は出てるんです。こんなことするの私ぐらいですね。本の紹介の部屋でいろいろいます。カメラ OK、はい、一人で、はい、楽しんでます。ということで、なんかあのあれですね、言葉の中でも、この一つずつのそのふわふわとかそういうものに相手というか、はい、ね、周りの人たちに感情をちょっとこう変えることができるっていうものがあるっていうのを初めて知ったっていうことですよね。そうです。あ、ルーリー色もいいので来てください。ルーリー色もなんだ。あ、すごい。ルーリー色、これ珍しいですね。だいたいね、なんかピンク、水色とかだいたいオノマトペ多いんですけど、ルーリー色見えます。これルーリー色。ルーリー色なんだって。そうなんだ。これルーリー、ルーリーって入れるとこの色が出てくる。この色って出てきました。ルーリーの音の響きから抽出されてくる感性情報から、色も感性ありますよね。暖かい、暖色、寒色とか、それをなんかデータベース化してそれと結びつけてるんです。綺麗な色ですね。綺麗な色、よかった。なんか汚い色でドライヤー。いや、今ね、密かにだからこそこそやってたんです。そうなんだ。綺麗な色だったら、内緒にしようと思って。よかった、いい感じの色で。よかった。はい。といううちに、だんだんもう9時になってきましたね。はい。まあ、ちょっと
録画を終えた後もちょっとだけお話をお願いしますね、はいはい、ということで、まあ、約1時間経ちましたけれども今日はこの、はいね、女とをあげるっていうふうに書いてますけれども女とというよりこれあの男性も使う言葉だしいろいろ使えるので、うん、あの自分のなんかに人間度にもつながるのかなという気がしますね、うん、その人の、うんうん、その人のことが伝わります、どういう人かっていうのが、うんうね、なので、はい、上手に使っていただければ、はい、あの印象がいろいろ変わるっていうことで上手にこれを、ね、使えばいいのかなと、はい、つまり、はい、オノマトペペじゃなくてペ、はい、ペをうまく活用したらどうでしょうかっていうところでした。はい、で、まあ、次回もですねまた楽しいお話が聞けますが毎回毎回月に2回第2月曜日第4月曜日の夜8時ぜひ生でご覧いただきそしてチャットにねいろいろこう書き込んでいただけるとすごく嬉しいです。次回もだんだんですね約1年経ってくるんですよ。早いものでねいろんなゲストの人に来ていただきましたけれども本当にみんな個性がみんななんかの専門なので、はい、楽しい面白いためになるっていうことで私一番ラッキーかなと思っています、うん、本当に今日はあのね、うん、ありがとうございました、うん、本当にお忙しいところにありがとうございます。ありがとうございました。はい、で私の方から一つ宣伝あります。ですね実はあのさっき言いました話のまとめ方仕方系の1分トークの講座がですね初級が次回4月19日あと1人だけ席がありますということで開催を急遽4月5日も増やしました。ぜひ4月5日もぜひここの会場にぜひ来てくださいということでこの会場の貸し出しもしております。場所は東神田で最寄り駅はまあいろいろあります。一番近いのが馬喰町です。あとでも神田とか秋葉原浅草橋駅小伝馬東日本橋馬喰横山などありますのでぜひここの会場ですね借りていただいてそしてセミナーなり飲み会なりぜひ楽しんでくださいということで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも本当にありがとうございました。また次回をというところでオープニングの音楽が流れます。流れますと言いつつ、この感じですね、今までそう再生ポーズを一緒にお願いしたいんです。あのですね、ルーリーの部屋。著者の本棚であります。苦しいですか？はい。これ本なんですよ。本を開いて横から覗くっていう感じなんで。はい。よろしいですかね。はい。ではまた次回をお楽しみに。ルーリーの部屋、著者の本棚ということで、ありがとうございました。今日のエンディング、毎回のエンディングですけれども、橋本翔太さんの朝顔です。これを持って私は死ぬかな。はい、ということで皆さん本当に今日もありがとうございました。また次回をお楽しみに。平原さんありがとうございます。見えました、綺麗な滑らかあルーリー色って書いてくれてますね。ありがとうございます。でも本当に平原さんのおかげでねこういうきっかけいただいて、本当に平原さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。録画は停止です。